にちは、休憩ですということで今日も暑くらいやっていきたいと思います。ということで今撮影日時が5月18日あ17日なんですね。皆さんあれ結構前に動画撮ってんじゃんって思ったでしょ。今回の企画、エリトラがはびこる中散歩してこの暑くらを楽しもうとしている人に落とし穴プレゼントキャンペーン。はい、ということでですね、今も皆さんねこうやってワールド間、まあ山の移動とかは基本こうしてエリトラで飛んでしまうんですよ。しかし僕は思うわけです。歩いてマイクラを、マイクラの世界を歩くというその楽しさ忘れないでほしいということでね、このやっぱりこうやってエリトラがこうやってはびこってる中ですね、こうやって歩いてアツクラを楽しむ人っていうのはそれ本当にねご褒美あげたい、私はご褒美あげたい、そう思った。これが夏になるか秋になるか冬になるかは分かりません。それではレッツゴー。今すの道あるかな。この中心部になればなるほどみんな来やすいっていうのはね、まあ正直なところあるわけですよ。だからこういう中心広場とかだったら、例えばこうアツクラテスクイズの時にここにみんな通ったりするんで、こういうところはどっちかっていうとねみんな通るわけです。このやっぱり散歩して楽しんでるっていうところをね感じていただきたいんだよな。待てよ、うおあ、3マスか。これ3マスだよな、そうだよな。この階段とかできたらいいけど、カズさんちに、もう、カズさんちにこれピン刺しになっちゃうけど、ここは2マスの階段なんだね。だからここ普通にカズさん使ってるからな。お散歩しててほしいから、誰が引っかかるかわかんないっていう状態にしたいんだよな。こことかいいかも。あれこれってさ、神様がいるところだよね。これ確か。あれなんだっけこれ。んおおお始まりの巫女と、始まりの巫女と、これさ、これ、これ、始まりの巫女とを、これ見に行く人、相当アツクラ楽しんでるよね。おお始まりの巫女とにご挨拶行く人は、これは褒めてあげたい。よし、ここに作るか。で、感圧板ここら辺に置いてても、ちょっとオシャレ装飾ね、感じするから、多分大丈夫だと思う。よし、ここの、ここを通ったら落とし穴が開通するようにしたいっすね。はい、まずは粘着ピストンをオンラインしていきましょう。いや、これは。これ喜んでくれるよ、これ。だって歩くだけで古代の残骸ゲットできるって、それチートだからね、ただの。よし、ここも掘っていって、よいしょ。よいしょ。よいしょ。掘れすぎちゃうっていうね。で、ここに、あえ、粘着ピストン、ポンポン、あー。というか、ここにもう、連結させといて、オッケー。ここで、はい、道が完成すると、これっていけんのこれ。え、いけんだ。で、そんでもって、ちょっとここ一列掘らせていただいて、いやー、これバレちゃうのが、これあれだよね。大変だよなー。これ一段下に作る。一段下に作ってみようか。ちょっとたくさん新しいことしてみよう。で、一回オンラインするよね。ピュンと。おー、どっちとも来るね。いいね。で、ここに土をまず貼ってあげる。やべえ、俺応用できてんじゃん。で、これ剥いとくでしょ。そしたらこれが、このレッドストーン取ると。オッケー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 、来た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 。いいよいいよいいよ。でだ、でだ、でだ。ここにちょっと新しく建造物作ろう。ここに感圧板を敷こう。で、この横にリピーターポチッとさせていただいて、よいしょ。で、赤石をぴょんぴょん、ぴょん、ぴょん。で、こっちに伸ばすと。オッケー、オッケー、オッケー、来た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 。そうすると、はい、ちょっと段差もっこりしちゃってんだけど、ここの感圧板を踏むことによって、落ちると。いて。あ、やべ、あす。ただ、ちょっと、この、ドッキリにしては、これもう、丸見えになっちゃってますんで、ここをどうにか、バレないようにしていく。まずは、ここ、ちょっと段差を不自然じゃなくしたいから、あと、ちょっと、花とかをこういうところに、生やすことによって、ちょっと通せんぼしていきたい。シュシュシュ。で、ここの段差を通んないと、ダメですよ感をちょっと演出していきたいね。もうボタンがほら、もう、ここですよっていうね。はい、ここを通ると、開くよと。いう風にしたわけだけども、ここどうしたらバレないんだ、これ。ちょっとな、一回土持ってみるか。一回土持って。この超原始的な盛り方、なんかこう祭壇みたいにすることでちょっとバレないようにしよう。ここ持っても大丈夫、ここも盛らせていただくよ。俺見えちゃってるから。よしよしよし、はいはいはい、ちょっとバレないように。でもいいかも、ちょっとこれボタン壊して、ちょっとこういうなだらかな、もうそういう問題予感出していこうか。通ってほしくないところにボタン、
オッケーオッケーオッケー。あ、そうするとここ絶対通るもんね。ちょっとこれ無理やりなんだけど。で、俺はもっとがめつくいくよ。もっとがめつく。はい、こちら。はい、こちら。神の前では走るべからず。はい、こうする、こういうね、この、ここにこうやってあることによって、ちょっとこう、神の前だからやっぱ走っちゃいけないんだっつってね、やっぱルールをみんな守るというね、ことが期待されますね。この頭皮の感圧板とかをちょっと散らしとこう。うん、もう感圧板がそのある前提の街だよっていうね、うん、そういうのをちょっと演出していきたいなと、思います。こういう風に、はい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 、ここもあるあるなんですよっていうね。ここなんかこんな風にして通っていかれちゃったらそれはちょっと良くないから、ちょっと土でちょっと高さ出しとこう。この無理やり施工施工はあの救急会社にお任せあれということで。で、ちょっとここさすがに怪しいんで、これだと。なんか、アーチみたいな感じにしよう。ああ、あえて作られてるんだっていうね。そういう雰囲気。はい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 。ちょっとアーチ作っていきましょう。ちょっと鳥居的なノリで。あ、いいじゃんいいじゃん。ちょっとなんかちゃんとしてる感が出てるね。ちょっとちゃんとその儀式なんだなっていう、そういう雰囲気出すために、むしろ、こう土じゃなくて、木でいこう。むしろこう、頭皮の原木とか使うことによって、ちょっとなんかこう、あ、これ神聖なやつなんだっていう。うわ、びっくりした。オッケー、こうすることによって、はい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 、いいですねと。はい、なんか神聖な道ですねと。よし、じゃあちょっと外枠完成したんで、あとはちょっと中掘っていきたいと思います。一回これちょっと開けときましょうか、ここ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、まあそんなに高くしても仕方ないんでね、落下死させようっていう、そういう企画じゃないからなので、ここにチェストがあると。で、ここにネザライトのかけら入れさせてもらって、参拝ありがとう、祈りを大切にするあなたへ神の恵みですって、開けたらネザライトかけらがね、置いてあるという。これはいいね。いや、これは喜んでくれますよ。あ、そしてちょっとより自然だね。なんかよかったよかった。で、こっからですね、おー、怖い怖い怖い。こっから土をここにちょっと貼らせていただきまして、よいしょよいしょよいしょ、あ、よいしょ。で、剥いちゃうとすごいバレちゃうので、感圧板をこういうところに敷いときます。オッケーオッケーオッケー。これ完成じゃない？完成だ完成だ完成だ。ということで、神へ参拝してきた人にネザライトプレゼント企画、多分完成、多分っていうか完成です。これで、僕はですね、まだ動画をアップしません。なぜならば、動画をアップしてしまうとね、みんなにバレちゃうじゃないですか。あー、ここにネザレットのかけらもらえるんだってなっちゃいますんで、あえて放置しておきましてですね、たびたび様子見に行きます。はい。誰が引っかかるのか、引っかかったところの動画も、ちょっと許可取ってね、載せさせていただこうかなと思ってますんで、皆さん、5月17日からどれぐらいかかって、こちらの参拝、プレゼントができるのか、お楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。それではということで、今の時刻が5月19日金曜日、14時53分でございます。気になるですね、あの神様への入り口は、果たして開通しているのか。ですね、仕掛けた後、なんかちょっと一回最終確認でね、一回入ってみたんですけど、さあ、その時はもうまだ全然でした。さあ、それでは行きますよ。はい、神の前では走るべからず、行きますよ行きますよ行きます。お、あれ、こっち向きだっけ。あ、ちょここから抜けるルート作りました。あれ、ありますねー。ってことで、今インしている人がマエヨンさんであったりサンダーちゃん、タイタイインしてるんで、ここはしゃがんでバレないようにしときます。よし、帰ろう、しゃがんで帰ろう。それではまだまだ待ちましょう。5月22日月曜日になりました。さあ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 、今インしているのがマグニーさん。さあさあ、私ね、もうここから侵入できるという、そういったシステム構築しましたんで、はい、よいしょ。あ、間違えた。さあ、どうだ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 、いきますよ、せーの、はい、あるね。
ちょっと一戦行ってこようかな。はい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 。あ、来た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 。ちょっとな、ちょ待って、まだ来てない、まだ来てないんですよ。ごめんなさい、ボイチャットで入りました。グループに入って、グループにね。早とちり。早とちり、ごめんなさい、早とちり。今、2、30分ほどちょっと、あ、もう全然竹本するんだけど、来るかい？もちろんです、もちろん。ちなみに、あれですか？いつもの場所。いや、あのね、ちょっと今日、チンチロじゃないらしいよ。ちいかわの継続の遊びじゃないです。はい。継続の遊びじゃない。はい。どこに向かえばいいですか？継続の遊びじゃないので。今、中心拠点ぐらいですけど、僕今。あー、そうですか。はい。ちょっと少々お待ちください。あ、承知しました、承知しました。ただのギャンブラーを生み出す遊びじゃないので。あー、お疲れ様です。なるほど。あらら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 。これ、魔女いますね、魔女。魔女がすごいいるな。え、魔女ガチャ？あの、あなたの好きな魔女を、これ、引き連れて来てください。ボートに乗って引き連れてきてください。わかりました。はい。すごい投げてますけど、装備とか大丈夫ですかこれ？大丈夫大丈夫大丈夫。うちこの子でいい。当たらないんですよこれ、ボートに乗ると。当たんない、当たんない、当たんない。ついてきてください、こっちに。ウィッチキャノンという遊びでございます。これマリーさん近づいちゃう。やばい、ダメだって。ちょっとダメだって。はい、そこ喧嘩しないの。喧嘩ちょっとキヨキヨに当てよ。ダメだ、ちょっとまだまだ。強そうなちゃんと魔女さん見つけた、みんな。いや、はい、バッチリです。シンパシーで選びましたよ、完璧な。性能良さげな魔女。ウィッチキャノン大会です。ダイヤは持っといた方がいいですか今？ダイヤをここにベットしていただきます。みんな同じ額。同じ額ね、はいはいはい。合計2試合開かれます。はい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 、2試合合計。なんで最初の賭け金は私が決めさせていただきます。親だ、親。はい、私親となりますので、次親となるのは最下位の人が親となりましょう。なるほど、はい、なるほど。合計2回です。はい、では私最初のベット金額決めました。こちらになります。いやー、はい、32ダイヤです。結構多いっすね。なるほど、じゃあ同じだけ入れればいい。了解でございます、はい、了解でございます。なるほどなるほど。はい、入れさせてもらいました。はい、で皆さん体力は全部あります？今全部あります。フル。はい、うんなら今からですね、それぞれの魔女のやつに乗っていただいて、はい、はいはいはい、魔族キャノンの打ち合いで最後に残った人がこれの総取りとなります。なるほどな。なるほど、そういうことか。ということで、カズクラ狙い目だぞ。カズクラ狙い目、対決スタート。スタート。カズクラ狙い目、カズクラ狙い目、カズクラ狙い目。うわ、えぐい、やば。いや、これは欲しい。いけてないよ、本気でいかないとダメ。あ、なるほどね。こういうことね。何してた？ここからみんなもう戦いは始まってるよ。640個。え、わかった。640。うわ、あ、それ640個だ。えぐえぐ、やば、えぐすぎる。すごいな。ここからみんな勝つぞ。はい、乗り込むね、魔女を乗り込んで、はい、ここからこっからスタートで、ここがスタートライン。ここからスタートです。ここからこっからスタート。原木スタートで、原木スタートで、原木スタートで。これは面白い、本気出す。では行きますよ。はいはいはい、よーい、ドーン、ドーン、ちょっとなー。どこだ、あー、やべ、下落ちた。なんだこれ、シアナプレゼントキャンペーン。これ一段下に作る、一段下に作ってみようか。たくさん新しいことしてみよう。シュッシュして、ここの段差を通んないとダメですよ感をちょっと演出していきたいね。はい、ここを通ると、開くよと。うわ、びっくりした。よし、じゃあちょっと外枠完成したんで、あとはちょっと中掘っていきたいと思います。おい、ドーン、ドーン。あー、やべ、下落ちた。なんだこれ、あー、落ちた。おい、それはなんか落下ダメージもらったんだけど、ちょっと何やってんすか。それは失敗。おい、なんだこれ今、落下な。やばい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 、近づくな、近づくな。アメリカンドリームですね。恐ろしいね。ちなみにカズさん、なんか穴落ちましたよね。穴落ちました。なんか看板に書いてありませんでした。ええ、どこ歩きましたか？ここ歩いて、ああああ、ここですよね。
カズさん、ちょ読んでください。あ、サンダちゃん、これ参拝ありがとう、祈りを大切にするあなたへ、神の恵みです。はっ、すげえ、メゾライトのかけらだ。いや、これこの先が神社になってるんですよ。僕ですね、はいはい、実はこれ本当に偶然なんですけど、実はですね、うん、5月にここを通った人にプレゼントするという動画を実は撮ってまして、5月から9月の間誰もここ通んなかったんですよ。嘘でしょ。なので、カンスさん、こちらの残骸のかけらお渡しまーす。すげえ。じゃじゃ、参拝してないのよ、カンスさん。すげえ。いやいや、大丈夫なのかな、4ヶ月寝かしたの。4ヶ月誰も歩かなかったんですよ。すげえ、神からの。もう、もう5月からずっと動画外であって、誰も撮んないんで。すげえ。タイミングよく、タイミングよく、本当に偶然。いや、おめでとうございます、カズさん。参拝ありがとうございます。いや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 、ありがとうございます。いやいやいや、よかったです。長いよ。回収できてよかった、回収できて。いやいやいや、よかったですよ。そんなかかったんだ、時間。そうなんですよ。そんなにここ通らんかった、誰も。じゃあ、あの、正直なことを言うとね。はい。あの、一回通りかけて、あ、はい、なんかあるなと思ってかわして、はい、なんだろうなと思いながらスルーはしてた。マジですか。知ってはいたんだじゃん。これは通らんでしょ、どう考えたって。いやいや、で、あの、これの感圧なんかバレないように、この辺にもいろいろ感圧なんかこう、なんか感圧板とか置いて、あ、散らばしてね。それを、4ヶ月前にやってたんですよ、僕。いや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 、ひどい。4ヶ月も誰もかからない。ちょっと、なんで皆さん、あの、このね、神に参拝どうぞよろしくお願いします。ジュナさんのね、神に。あ、はいはい、いやいやいや、以後ね、はい、ありがとうございます。以後、参拝させていただきます、これ。まあ、これ、いやいや、ありがとうございます。いやー、よかった、その動画が供養されました。いや、供養されたね。で、なんか2つ美味しいみたいな、いいの撮れました、なんか。いやいやいや、ありがとうございます。はいはい、あの、なんかまたいいアイディアあったらぜひコメントお願いしますね。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、完璧すぎでしょ。いや、面白い。なんていい流れね。よかったね。綺麗だわ。いや、よかった、カズさん目の前でストーンって落ちてくれたんで。そうか、キヨキヨ参加者嬉しい。ご参加者超嬉しい、超嬉しい。いや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 、まさかの4ヶ月ぶりに、はい、動画が、はい、いや、かかるやついるんだぐらいのあれだよね。